込みに来ちゃったね、私は。忘れられないわよね、この車内が。レオさん、はい、赤い屋根の家残ってて。おいおいおい、それ誰が聞いたんだい。なんか動画に、いや今広めなくていいけど、赤い屋根が残らない。ちょっとやばい話じゃないの。いやもう私たち大好きな話。あ、ちょっとじゃあそれはまあ今ちょっとこらえる、こらえましょうか。こらえますか。いや別にどうでもいいですよ。いいの赤い羽です。赤い羽3人それぞれ中盤で、うん、まあ美味しいものとか印象に残ったこととか、はい、あれあったあった、質問インタビューとされたじゃないですか、うん、その時に私編集してたんですけど、うん、帝さんが、うん、なんか赤い屋根の家の子にそっくりなんですよっていう一言ポロって言って、うん、あれどれなんだろうな、どういうことなんだろうなっていうのがやっぱり見て人も思ったと思うんです、うん、あれはですね、赤い屋根もうすっごい昔なんですけど、うん、そういうなんかちょっとあの可愛い女の子がいて、うん、赤い屋根、その子のお家が、うん、たまたま、うん、あのしばるさんゲストの日にですね、うん、ちょっとドライブするしたんですよ、はいはい、その時にドライバーの吉田さんが なんでそっちに行くのっていうところで、その子の家の前を通って、はいはいはい、あ、僕よく送ったなみたいな、さ、甘酸っぱい、よく送ったな、家まで送ったな。あ、屋根、あ、かかったっけな、屋根。でも、で、それでもうその先の信号あたりで、実はこれこれこれでこういうことがあってみたいな話で、赤い屋根だったんですけど、そっから赤い屋根の方で、で、それが一段落して、午前中のリポートが終わって、その後牧場に行ったんです僕、はい、そしたら牧場で4人組のおばあちゃん、地元のおばあちゃんがいて、はい、そのおばあちゃんが話しかけてきて、え、もしかして三角くんって、はい、さあその赤い屋根のこのおばあちゃん同じ人、運命だ、びっくりですよねっていうことがあったっていうですね。だからあの、なんでしょう、その不思議な、うん、美味しいとか楽しいとか以外でも色っぽいじゃなくて、そうなんか、ね、不思議なそういう体験も今年の夏のリポートであったんですよね。すごい、これ赤い屋根の人と将来結婚するってなると結びつけたのは、うん、神奈川スバルのフォレスターってことになるよ。その通りでございます。いやもう本当にもう神奈川スバルの新型フォレスター、はい、あの最初に愛理ちゃんが大事なものを持ってきてくれたんだよね、はいはい、そう、僕が出しちゃいますよ。これちょっと感動しました。あー、マヒさんごめんなさい。これね、すごい感動しました。じゃーん、これ見てください。あの江ノ島神社に行って血の輪くぐりをしたんですよ、はい、でその時土砂降りで、うん、あーそうだったかも、すごい梅雨で本当に大丈夫かっていう感じの時に、まあね、安全、交通安全の意味も込めて、はい、あの自分で買いました。素晴らしい。いや、そう、これがですね、そこのミラーのすぐ上のところの、これ、あ、なんていうんですか、あのサングラスのポケットなんですけど、そこをふっとこういじったら、これなんでこのお守りがあるのみたいな。いい、私、はいはい、これね、アリちゃん買ってくれたの嬉しかったんだけど、はい、これね、この下の方に無造作に投げられてあったの。アイリちゃんが悪いわけじゃないんだけど、明らかに神様がたぶんお機嫌を損ねるような場所に本当なのだけ。それでマヒルが、まあ、年の子ということで、うん、この場所がいいんじゃないかっていうことで、ここに収めたらぴったりサイズだと。これ本当にこのサイズなんです、すごい、このサイズ、そうお守りぴったりサイズ、このサイズなんですよね。はいはい、というね、はい、なんかありまして、ありました。話尽きないね、尽きない尽きない。返却すんのやめようか。乗ってどっか行っちゃいます。そうですね、乗ってどっか行くか。ダメかな、ダメかな、ダメです。今ディレクターさんとドライバーさん話に夢中だから全然こっち見てない、見てないからね。アイリちゃんとりあえずサイドブレーキ引こうかな。
ちょっと来年もまたやりたいんで、すごい真面目に。そうだよね、そうだよね、来年につながる、はい、あのということで返却しましょう。はい、はい、じゃあ最後にプレスターにありがとう、みんなで、はい、あと織姫にも。そうですよ、これ、そう、織姫さん今日全部上下みんなで織姫さんなんですよ。そうなんですよ、織姫さんありがとう。いいですよ、写真撮ろうお願いしますね。いや、あの最初のキスマークうっすらまだ残ってる。あ、残ってキスマークじゃないんだよ。残ってるないんだよ。キスマークだったらすぐ取れるはずだから。ここにも灰色のありますね。42日間残ってたから、これ間違いなくアイロンということで、アイロンということで検証されました。素晴らしいですね。本当に、あの、はい、神奈川昴さん、それから新型フォレスター、はい、いや、それからリスナーの皆さん、はい、本当にありがとうございました。